日本代表伊東純也復帰、オリンピックから高井ホソヤも選出。さあ今回は2つのキャンペーンを中心に紹介していこうと思います。まずはニュー e フットボールバージョンカミングスンということで、アップデートを記念し、準備としてこの選手たちいかがですかのキャンペーンです。今回選ばれたのはブースター対応だったね。よかった。ロベカルカフ、ストイチコフ、デニウソン、ファンデルファルト、決して強いかというとどうでしょうね。もう一つのキャンペーンがコリンチャンスのキャンペーンだね。アニバーサリーキャンペーン、内容はこちら、9月1日が創立記念日になります。記念したキャンペーンですね。まずはユニフォームの獲得することができて、9月11日までログインするとユニフォームのこの日本語が入ったやつだね、これがもらえます。白だから見やすそう。そしてもう一つ特別なテーマが行われます。対 AI イベントだね。あ、なるほど、イベント内で使用できるレンタル選手って書いてるから、あれだね、コリンチャンスの選手で戦うやつだ。まあ持ってないと思うんでね、レンタルしましょう。これも2週間あるんですが、抽選契約権、ハイライトがもらえるみたいだね。懐かしのユーリ・アルベルト、あとファギネルとかが入ってんだ。そんな無料コリンチャンスの選手ランキングで紹介。まず第5位はウェスレイ、ウィングストライカーで左ウィングしかできない18歳、これから期待の若手なのでしょうか。スキル。第4位は DMF でハードプレス、ハニエリ、波小さいし、まあ、イベントとかで使う分には申し分ない感じだね。スピードもあったりと優秀だ。スキルは守備に尖ってる。第3位はベテラン、168センチ小柄なサイドバック、ファギネル。何度か FP 化されてる選手かな。まあ、しっかりとスピードとかキック力、サイドバックらしいバランス感と攻撃性能は結構高いし、小柄生かしてコネコネ感とかは魅力。スキル、スルーパス持ってるのは個性あっていいね。第2位ユーリー・アルベルトはラインブレーカーで少しサイズのある波大きいという、癖は強いものの身体能力がズバ抜けたタイプで、スピード瞬発90の魅力を作れます。スキルはちょい寂しいけど、まあ、ワンシューコンか最低限はあるのでよしとしよう。そして注目第1位はロメロ。一見能力はウィングとしてちょっと微妙かなと思いきや、なんか守備能力高くてユーティリティ性あって、波小さいで役足も高いだし、いろんなことをしてくれそうな便利屋さんだと思う。で、今回圧倒的にスキルが多い。ワンシューも持ってるし、基本こういう選手はメインはイベントだと思うんだけど、最低限ワンシュー決めてくれればもう言うことないですよ。私は1にしました。さあ注目されるこちらのキャンペーン見ていきたいと思います。エピックナショナルのガチャ券だね。それぞれどのような形で手に入るか見ておきましょう。9月中旬に配信を予定しているバージョン 4.0 に向け、5人のエピックが登場するスペシャル選手リスト、エピックナショナルの抽選契約券を毎日1枚プレゼント。期間中にログインすると最大エピックガチャ券の抽選契約券13枚が獲得できます。8月29日から9月11日、今日から13日間毎日もらえるんだけど、12日とかまでよね。あれ、免停やっぱり12日から始まる。そんな情報はね、一つ前の動画で紹介してるんで見てください。ちなみに抽選契約券が使用できるのは9月12日までになってるんだけど、短ない ?11 日まで確保できるんだけど、使うのは12日までっていう。早くない？大丈夫？あとはキャンペーンアチーブメント、カミングスーンで全てのチャレンジを達成すると抽選契約券が4枚なので、まあ、合計で17枚引けんのか。今回のボックスは50で、引けるのが17回、ハイライトとかは入ってないんで、当たりはまあ一応この5名となるか。2個手が出る確率としてはこんな感じ。最も多いのは 2人出る確率かな。 35% がB 固定2人確保できるというような確率。5人出せるっていう方はたったの 0.2%、 0.3 とかか。強運の持ち主いますでしょうか。ただ当たらない人も 11% いるんで、割と高いっちゃ高いよ。1回ずつ引いていけば確率はしっかり上がっていきます。最終日ゼロで沼ったとしても、まだまだちょっと高いとは言えん確率かな。まあ結局どういう選手が入ってるかっていうところですよね。見ていきたいと思います。今回はナショナル対応しかされてない選手だね。古いバージョンの選手になるんで、クラブの対応がされていません。イベントでと思っていた方残念です。そしてちょっと癖の強い人多すぎん。まあその中でもアトリの選手見ていこうかな。まずファンデルファルトは今回のバージョンチャンスメーカーなんだよね。普段ナンバー10とかだったと思うんで、これはかなり数少ないタイプとしては面白いし、左ウィング登録になっています。テクニックもあり、あとはパス数値の高さ、セットプレーの高さとキック力が魅力の選手です。チャンスメーカーっていうところを考えると、まあ絶対とまでは言えんかなって感じで5位にしました。キック力高いし、ライジングワンシューとかつけておくといいかな。ダブルタッチもないね。過去比較するとレジェンダリーもちろん乗り換え、エピックもちろん乗り換え、レアル版のナンバー10のファンデルファールとは、まあ、ちょっとタイプが違うけど、全体的には、まあ、守備能力以外とかは結構勝ってる数値多いんで、まあ、超攻撃的に考えるなら今回のファンデルファールとでもいいかなって感じ。そして第4位はカフー。カフーは結構5バックの右サイドバックの枠としてとか
攻撃的に使うならなかなかいいとは思うよね。守備能力結構あるのが魅力の選手で、スピード、スタミナ、この辺は十分なもの持ってるし、フィジカルの高さなんかも魅力ある選手。ほんとサイドバックを上げるか上げないかで当たり度が変わるんじゃないかなという選手。スキルは守備系なかったり闘争心がないので、まあ、ちょこちょこ追加は必要かな。過去バージョンは全て攻撃的サイドバック、レジェンダリー乗り換え。エピックも基本は乗り換えで良さそうだけどね。同じ条件のブラジルエピック、これもまあ守備能力がすごく強化されている分乗り換えていいかな。ローマ版エピックも出てます。下がってるとこもあるけど、ブースターの方がやや強ぐらいにはなるか。ミランエピック、まあそれぞれのクラブに対応しているんで、リーグのイベントで使えるところを考えてほしいですが、まあ、能力的にはしっかり今回の強みはあるかなって感じ。そして第3位はストイチコフ、ラインブレーカーなんだよね。このバージョン結構いいじゃないか。能力的にはしっかりとスピードも86ありながら、瞬発がめっちゃ高いね。96までの数値伸ばせますし、キック力92、決定力87、まあ、得点力はしっかりと持ってるね。まあ、気になるところはもうほんと唯一かな、ボールキープが低すぎんか。72、ほんと誰ぐらいですかって言われると例えが見つからんぐらい低いです。このタイプでこんなボールキープが低い選手を扱ったことがないので、ちょっと未知数。ボディコンは高いし、他のドリブル数値とかはある程度高いから、ほんと低速でボールをキープするときにちょっと不安要素が出てくる。ほんとフィジカルとかパスとかこの辺まで兼ね備えられた万能感あふれる選手なんだけど、そこだけです。優秀なラインブレーカー B 固定持ってないのであれば、結構しばらく使う可能性あるので、これは割と当たって嬉しい方多いんじゃない。ルンメリゲ、エンバペと比べてはいけません。スキルはこんな感じだね。ミドルシュートとかコンカとかがないですね。ワンパも欲しいかな。ダブルタッチもなかった。過去とね比較、ビッグタイムはまたタイプが違いますが、乗り換えで良さそうだけど、まああとは、まあ、リーグイベント用に J リーグね取った方もいると思いますが、まあ、能力だけを言うなら今回です。もうゴールキープはね高いですね。そして第2位はデニウソンですね。左サイドの爆速アタッカーで、左しかできないし、まあ一応ね中央のポジを開けてやれんことはないですが、まあ左利きなのでクロスなんか上げるのに便利そうな選手かな。カットインとかは逆足も低いのであんまり得意そうではない。アウトスピンキックつけておきたいかな。ついてるかな。能力はっていうと圧倒的爆速、足速い、かつドリブルが上手いというタイプ。ほんとサイド突破からチャンスメイクしたり、そんな形の選手だね。パスの数値もある程度振ったら80の数値なんかフライパスできるから、結構安定してその辺の強みは持ってるね。どうしてもサイドをね限定されるんで、使ってるフォメにウィング、サイドハーフ空いてるかどうか、そんなところはポイントです。ただ1点スキルがちょい寂しいというか、足元だらけなんだよ。あ、アウトスピンキック持ってるね。特殊ダブルタッチはできますが、しっかりとこの辺をつけて完成させましょう。過去のデニウソンとの比較、レジェンダリーは圧倒的。基本大きなスキルも違いないし、エピックからも乗り換えでいいでしょう。そして今回の第1位は圧倒的でしょう、多分ロベルト・カルロス。左サイドバック登録ですけど、まあ、サイズ感とか考えたら、フォーバンクとか採用してるならサイドハーフとか DMF に上げてあげる方がより魅力は出るし、やっぱりキック力よね。今回ちょっと落として97にしましたが、ここから放たれるミドルシュート、インパクトあるシュートなんかを打てるので、より高めの位置で使ってあげたいよね。サイドバックだと高さの不安とか守備面の不安が出てしまうんで、理想はサイドハーフ。サイドハーフとかなくて他の選手を使っているなら、まあ中盤でもいいけど、守備が逆に小柄でちょっと鳥感に影響しそうだから私は避けます。サイドハーフから決定的なシュートを狙う。クロスなんかももちろん上げられるし、身長低いのが逆にいいよね。こね安くなります。もしサイドハーフでガンガン行くなら、もうディフェンス振らんでいいか。ドリブルに13振ってもいいかもしれない。うん、こっちの方がサイドハーフは向いてるかも。まあ、あとはスキルかな。まあ、守備系が一切ないので、まあ、サイドバック、DMF とかで使うなら絶対つけたいし、まあ、サイドハーフなら、まあ、闘争心とかパス系とか、その辺が欲しいかな。シュート系は言うことないです。過去のロベカルで言うと、レジェンダリー乗り換え。ブラジルエピックはほぼ上位互換。あと DMF ついてるの、うまいよね。ビッグタイムもしっかり乗り換えコース。あとはレアルからブースターが出ていますが、まあ、全体クオリティは今回の方が高そうなんだよね。まあもちろん乗り換えるとか考えなくていいと思うし、レアル版はスペインのイベントで使えるから、まあそちらの強みはあるんですけど、いや能力だけなら今回の方が強くない。まあボールキープとかオフェンスセンスがやや下がってるかな。まあ DMF で使うかどうかもよりますけど、DMF 空いてる分には別に害はないからな。1位はロベカルです。ということで17回の勝負おかけください。あなたは引けますよ。毎日ログインしてしっかりと引き切りましょう。今回以上です。ではまた。